ドドドドドドドン、タクンボーイ。どうも、タクンボーイです。今回もですね、またまた、ヤバすぎるお客様、ご紹介していきたいと思います。今回はですね、やっぱり制服って大事だなって思ったお話なんですけど、まあこれ少し短いんですけど、ぜひ聞いてください。これは僕がまた改札に立ってる時に起きた事件なんですけど、もうね、改札は事件が多いんですよ。事件は会議室で起きてるんじゃない、改札で起きてるんだ。そうなんです、改札で事件は起きるんですよ。本当にね、その日もですね、僕改札で一人で立ってる時に、おばちゃんがなんか近づいてきたんですよ。で、おばちゃんがちょっと小走りでこっちに向かってきたんで、どうしたのかなーと思ったら、おばちゃんが、あっちで、あっちで喧嘩してるよ、駅員さん、あっちで喧嘩してるよって言ってくるんですよ。うわ、めんどくさい、いちいち言ってくんなと思ったんですけど、もう言われたら行くしかないんですよ、もう仕事なんで。でも、そろそろ行ったらですね、もう中年のおっさんですよ。中年のもう普通のごくいる、ごくごく普通の中年のおっさんなんですけど、二人ともね、中年のおっさんなんですけど、ガチ喧嘩してるんすよ。びっくりしましたね。こんなおじさんが喧嘩するんだと思って。もうあれですよ。ボクシングみたいな喧嘩してるんですよ。本気で。顔面本当に当てて、鼻血垂らしてましたし、これもなんか赤で来てましたし。で、もうスーツ着てるんですけど、スーツももうなんかこうやってボタン外れて、そこら辺に転がってるんですよ。で、カバンもなんか中身出て、ごちゃごちゃになってて。で、もう、なんかね、無言なんですよ。もうガチの喧嘩って無言になるんですよね、多分。もう本当に無言の喧嘩で本当怖かったんですよ。でもどうしようどうしようと思って、このまま行ってもなんか巻き込まれるのも嫌だなって思いながらも、もう笛があったんで笛吹くしかないなと思って。じゃあこれで、行こうと思って、ビビ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 って笛吹きながら、お客様やめてください、喧嘩をやめくださいって言って近づいてったら、そのね、もうガチ喧嘩してるんですよ、本当に。もう周りの目なんて気にせず、こう殴り合ってんのに、僕が目の前に行った瞬間に、握手して、熱くなりすぎました。なんだそれ?と思って。僕がなんかもうまるでね、ボクシングの審判みたいに、戦わせてたみたいな感じになってるんですよ。ちょっと待ってくれ。お前そんなんでね、喧嘩やめるんだったら最初から喧嘩すんなよと思ったんですけど、もうね、事情を聞くとなんかね、本当に急いでる時にぶつかって、なんか謝りもしなかったからちょっとムカついて、手を出してしまったみたいなこと言ってね、もう本当お客様、喧嘩は本当にね、周りのお客様の迷惑になるんでやめてくださいっていうふうにお伝えすると、本当に、もうそこはしっかりきとしたね、もうサラリーマンだなと思ったんですが、すいませんでした、ご迷惑おかけしましたって、もう急に切り替えて、頭下げてくるんですよ。いや、そんなんだったらね、ほんと最初からやんなと思ったんですけど、やっぱ、カッとなってしまった時のね、人間っていうのは怖いなと思いまして。で、その時ね、僕も本当に思ったのが、スーツ着てるサラリーマンですよ。で、僕いつも私服着てて、もし近づいてったら、絶対に止められなかったと思うんですけど、まあ、駅員の格好してた僕だったので、こんなね、若手というか、若造にね、言われても、制服パッと見て、あ、やめなきゃって思ったんでしょうね、多分。だから制服ってやっぱ、すごいなぁ、大事だなぁって思いました。なのでね、はい、皆さんも、仲良くしてくださいね。はい、それでは今日は終わりたいと思います。シェイシェイついでに恋ダンス、よいしょ!